気を引き締めて。あたしの出番ね。なかなか楽しかったわよ。昨日はですね、この超級1、これをね、クリアするのに、2時間、3時間ぐらいかかっちゃって、動画上げれなかったです。ごめんなさい。というわけで、なんとね、クリアしたんですよ、これ。超級1。ね。今まで私ね、この超級までしか戦ってこなかったんですよ。まあ一応ね、試しに超級1とかね、戦ってみたことはあるんですけど、やっぱどうしても強くて、わざわざね、ここで、ここじゃない、超級でさ、お供の卵をもらえるわけじゃないですか。そこからさらに上を目指す必要は、まあそこまでないんじゃないかなって思ってて、今まであまりやることなかったんですけど、でもね、この新年明けてからは過去の自分を乗り越えていくべく、今回はこの超級1を倒していこうかなと思います。まあもう倒してるんだけどね。で、まあちょっとね、やりながら話していこうかなと思います。超級1、やっていきましょう。でもね、やっぱ運要素が割と多い。めちゃくちゃ運かと言われるとそうでもないけどね。というわけでやっていきましょう。気を抜かないで。まずはですね、このアユリアと、ナルガの希少種ですね。まあ、正直、ナルガの希少種の技は一切出さないので、まあ、単純に、雷属性の耐性が強いというだけで採用しております。で、ここはまず普通に攻撃します。で、この時に、このだね、これだね。石化影舞。これを使って、まずは SP を回復していきます。まあ、なんせね、ライゼックスはターンを重ねれば重ねるほど、かなり不利になっていく。まあ、どの竜電さんもそうだと思うんだけど、もう速攻で決めて、あとはゴリ押ししていくみたいな感じですね。で、ここの、ヤンガルルガの攻撃化。ここで、氷やられにする。これは確定です。確定で氷やられにしていきます。これやられならない。これが結構ね、シビアなところなんですよね。20% を3回だから、結構ね、失敗すること多いんですよね。成功するときはかなりね、確率高いんですけど、まあ、今回は、まあ、見せていくだけなので、ここで、まあ、仮にね、氷やられになっているパターンでいきます。氷やられになると、防御力と素早さが下がります。ただまあ、今の現状況で素早さは勝ってるので、素早さは特に関係ないです。防御力が1段階下がってる。ここが結構大事なところなんですよ。で、ここでまずは勇気のメロディを打ちます。これは、もう攻撃なく1段階上げる。ここが大きなメインのところですね。いけないっすー。まあ、一応回復もちょっとはしてくれるんで、そこもまあ、大きな点でもある。で、ここで打つのがフロストジョーカーですね。フロストジョーカーを打つことによって、味方全体にね、氷やられの時にダメージ 20% 増加ということで、ここで、全体の攻撃力を上げていくと。氷やられのターンはもちろん限られているので、早めにここは打つことをお勧めします。で、次に出すのがフロストスナイプですね。これを出すことによって賢さも上げる。まあ単純にパワーがあるっていうのもそうだけど、賢さ上げて固定ダメージを繰り広げていくと。ドンと、おー、やっぱそっち狙うよね。次ライゼクスとか攻撃するときに、このアユリアを攻撃しない限りは、なんとか攻撃を続行できる。まあ例によって一人でも倒れちゃうと、もうバトルはできません。で、ここで撃ってくるのが、これだね、ビクトロビ、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 これだね。これ、多分、前の動画で、このライゼックスのね、二つの時に、これ、どうせ傷つし、蓄積されにくいから、わざわざ撃つ必要ないんじゃないかなって思ったんだけど、それよりも、攻撃ランクを、防御ランクを1段階下げるっていうのがあって、これがね、やっぱ強いわ。まあ、こういやって防御力を下げるか、全体の攻撃力を上げる。まあ、このどっちかにはなるんだけど、味方全体の攻撃力を上げるっていうのが、そんな、どこにでもあるような技でもないから、結構ね、防御力下げるのが強いと思う。で、ここで打つのがフローズンクイーンだね。これがですね、なんせクリティカルが出やすいという風になってるので、何回かやってればね、割とクリティカルは出てくるんですよ。で、さらに強いのが回避状態 40%。ここはもうね、ギャンブル要素なんだけども、
たまにね、いや 40% ででも高いけどね、たまにやっぱ回避してくれるんですよ。回避さえしてくれればもうただの回避ゲーだから、生き残る確率がかなり高くなる、まあ、ここもまあ勝てるための要素ではある。でその次に出していくのがこれオーロラスナイプですね。まあ、さっきね、あのライズ X が攻撃しているので少なからずとも誰かがダメージを食らっているわけなので、ここでひとまず回復させます。はい、ナイス。で次の攻撃次第では、なんだこれは、あ、オッケー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 。あのね、ナルガの希少種は素早さ高いんだけど防御力があんまりないんですよね。だからこのナルガテールハルシオンあたりに攻撃単体でしてくれたらあんまり食らわないので結構いいっすね、これで。で次になんですが、ここでもさらに防御力を1段階下げます。よーし、ここで下げていく。これでだから氷やられの防御力が下がってる、アンド、アユリアの攻撃で防御力2段階下がってると。ここまで来るとかなり相手も防御紙ペラペラになってくるんでご了承します。ね、まだこの時はね、氷やられのままなんですよ。私も明確にこのタイミングで氷やられがなくなるっていうのも覚えてるんですよ。で、ここで出すのが、これだね、コールドスナイプ。固定ダメージだね。これをすると、もう氷やられのターンは終わっちゃうんですよ。まあ、ここで打ちますね。えいやー。で、ブチ切れると。で、氷やられもしていく。で、ここで切れて2段階アップすると。ここからの攻撃がかなり痛い。けど、まあ、基本、アユリア以外は、単体攻撃だったらね、割と耐えてはくれる。で、ここでですね、このヴィロストクラッシャーも使っちゃったので、次に出していくのがこれだね。氷結の戦慄。氷結だね。私、グレープフルーツ好きです。これを打って力ダメージさせます。アンド、状態回復もさせてくれるので、ライズ X の攻撃がたまに、やっぱ麻痺っちゃうんですよね。その麻痺っちゃった時なんかに、これを出すと回復さすことができると。まあ、そういう利点もあります。で、ここなんですが、ナルガテールは、体力があればこっちでいいんだけども、体力がなくてもうこれワンチャン死ぬかもしれんなってなったら、このアイススペードを出していくって感じですね。で、ここで、まあ、今体力あるので、このタック技で防御力を2段階上げます。駆け抜けろ。さあ、そしてここがですね、なんか場合によってはね、SP が75とかあったりして、このフロストスナイプが打てたりはするんですけども、普通に戦います。んで、なおかつこの、くちばし、これだね。これを一回氷やられ回復した後に出そうとすると、相手が耐性25つけた状態なんですよね。だから、ほぼ氷やられにすることは難しいので、ここでね、ギャンブル的要素を加える必要はないので、ここは普通に攻撃します。で、次の攻撃が何が来る？おお、今の技かっこいい。まあ、こんな感じでね、相手の攻撃次第では、もうボコボコです。いやー、ちょっともうちょっと耐えてほしかったな。で、まあ、ここで攻撃とかしたりするわけですね。で、あと、アユリアだと、まあ、さっきの氷結の技でね、氷結の技をひたすら出す感じになる。で、ハルシオンは、フロストスナイプか。あの技が基本的に強いので、あれをひたすら出していくって感じ。で、あと、ターン制で、回復技、攻撃して回復するっていう技があるんですけど、あれも、時期に復活するんで、状況によっては回復もさせたりするけども、基本はフロストスナイプだけでいいと思う。って感じで、まあ、普通に攻撃します。まあ、これはもう無理だね。まあもう初手でこうリアルにできなかった段階で普段はやり直すんだけども、まあもうええわ、今回はこんな感じで、まあどんな感じで倒したかっていうのだけ教えました。で、うまくいけばね、全員生き残った状態で相手を倒すことができるという感じですね。まあやっぱあとはこのフローズンクイーン出して回避率 40%、 ここをやっぱ引き当てるところが結構ミソにはなってくる。倒した時割とね、回避してた気がするわ。で、あともう一個が、このフローズンクイーンでクリティカルを当てられるかどうか。ここもかなりミソではある。うん、ってな感じですね。
ぼちぼちやられるかな。おお、耐えるね。そうなんですよね。バランスよく攻撃してさえくれれば余裕なんですよ。指示してくれるの？まあこんな感じかな。ちょっとまあリタイアするか。ちょっとパーティーを見ていくんですけども、今回ね12万という高い推奨戦力をもってしてようやく倒すことができた。こんなに高くする必要あったのかなって思ったんだけど、よくよく考えてみれば私特攻キャラをそもそも入れてないんだよね。だから、まあ、こんだけ上げなきゃいけないのはまあ確かにそうだなと思って今回まあその超級1を初めて倒したし、特攻キャラもなしでやったから、もうね見てもらったらわかるけどめちゃくちゃ育てたね。もうねめちゃくちゃ課金したここだけの話だから、今後氷弱点のモンスターが来たらもう余裕で倒せるわ。まあ、やっぱナルガテールがね強いっていうのもあるし、まあ、アユリアも強いし、まあ、ハルシオもなんだかんだ強いから、もうみんな強い、みんな強くてみんないいみたいな、もう多分相当倒せるわ。でなおかつこれね、なんだっけ、ライダーの潜在能力と信頼度、これもマックスにしてるんですよね。これよく見たらアユリアとナルガテールマックスにしてて、これやるだけでもなんか SP かなとかが上限値が上がったりしてかなり強かった。もちろん装飾品もマックスにしたりしてやって、でようやく勝てたって感じですね。今さイベントとか特に新しいのが来てなかったりするから、あんまりライダーズをねいじってる人多分いないと思うんだけども、まあ、この龍天祭だったりとか、あと試練の祠かな、あの辺のまあ結構レベルの高いクエストとかを、まあ、まだあんまりいじったことがないなっていう人なんかはこの際ちょっとやってみたりするのも面白いかなって思う。特に試練の祠は今水だから、この、ライゼクスが終わったら次ディノバルドで水が弱点なわけだから、まあ、水のパーティー構成をこう考えたり強くしたりするっていうのを、まあ、今のうちやってたりしたらいい暇つぶしになるのかなって思います。それでは今日はこれで終わります。バイバイ。